リガ構成、リガ構成は第一次世界大戦における戦いの一つ。4日間の戦闘でドイツ軍はリガを占領し、ロシア軍を撃退した。1915年8月ドイツ軍が、リガ全面に停止して以来ロシア軍はリガに共闘陣地を敷き、絶えず独当方軍の北翼を脅威していた。2月革命で、 ロシア帝政が倒れた後の1917年夏、ロケレンスキー軍がガリツヤにおいて攻勢を取ったが、ケレンスキー攻勢、中央同盟国軍の反撃により撃退される。ドイツ野戦軍参謀次長ルーデンドルフは、東方大軍参謀長、ホフマン大佐に、ガリツヤ方面から抽出した兵力を東部戦線に止めておく。これを、リガ共闘歩攻略のため使用しても良いと告げ、 ホフマンは直ちに攻勢準備に取り掛かった。本攻勢のドイツ最高統水部の委託機とは、サンクトペテルブルク海道付近において、ロシア軍に決定的勝利を得、かつこれにより、第八軍の戦面を短縮して、東部戦線から西部戦線に転用できる兵力を増させることにあった。また一面においては、リガを攻略すれば、 ガリツヤで敗北していたロシア軍の沿線気分をさらに助長促進し、ロシア国民を講和に傾かせられるとの指示があった。ドイツ軍の作戦計画の概要は以下の通りである。攻撃を担当したドイツ第8軍は、自軍の正面から第19予備士団、第203両兵士団、第202両兵士団の3個士団を抽出し、 これを突破正面に増援として送った。東方大軍司令官は、主として、ガリツヤ戦場から第四軍団、第一後尾軍団、第二十三予備軍団の三個軍団司令部をはじめ、第一このエ両兵士団、第二このエ両兵士団、このエ補充士団、第二十両兵士団、第四十二両兵士団、第十四バイエルン両兵士団、第七十五予備士団、 第77予備士団並びに必要十分な砲向兵部隊を本作戦のため第8軍に増援した。その他第8軍は第1機兵士団のほか1個機兵旅団を増加された。ドイツ軍サイドの残豪背後の森には重迫撃砲100門、重迫撃砲130門、軽迫撃砲320門が配備され AD の砲兵軍として編成された。これらの指揮官は ゲオルク・ブルフ・ミューラー大佐に直接報告する。ブルフ・ミューラー大佐は突破正面の全方兵を指揮していた。1917年8月頃、独大8軍に対するロシア軍はパルスキーの指揮する第12軍であった。その陣容は第6シベリア軍団、第2シベリア軍団、第13交尾軍団である。第12軍をもって、 リガ共闘を第21軍団を持って、イックスキュール方面、ドビナ川の北岸を占領していた。ロシア第12軍はこの他に、軍予備として、不評2個師団、騎兵1個師団を有し、別に1個師団を迅速に招致できる状況にあった。ロシア軍の陣地戦は、大体3体に分けられる。第1陣地帯は、フリードリヒシュタットからドビナ川ンを経て、 リ和西南方の共同陣地の間において参戦に構築されていた。第二陣地帯は、第一陣地帯の後方にから三キロメートルの地線に二線に構築。第三陣地帯は、省エーゲル河北湾の線に設けられた。8月26日独第八軍司令官、フーチェルは、攻撃を9月1日と定め、これを達した。 しかし9月1日直前の天候気象は、専門家の観測によれば、ガス攻撃に適当ではないとの報告があり、攻撃時期を延期すべきか否か、司令部内に論議が起こった。しかしながら9月1日以後においても天候は回復しないのみならずさらに悪化するであろうとの観測により、9月1日予定の都下攻撃を決行することを決めた。午前4時、計画に従い、 ドイツ軍はガス砲撃を開始。青十字弾と緑十字弾を混ぜた毒ガス弾は計2万650発にも達した。また地上に停滞したノームはガスの効果を増大させた。捕虜のことによればロシア兵は大きく動揺して多数の砲兵陣地を放棄し、さらに最前線不評陣地も放棄したという。午前6時ロシア軍不評陣地に対処攻力者を始めた。 ロシア軍砲兵はガス弾によって完全に制圧され、応射するものは少なかった。下境開始前にはロシア軍の全砲兵はほとんど沈黙してしまった。午前8時40分、ドイツ軍は一部の兵を持ってボルコイッツ島を攻撃し、援護射撃陣地を占領した。午前9時12分、ドイツ軍各士団の不評は火炎放射機パンを伴って、とかを開始。 ドイツ軍戦闘機は低空を飛行し、機関銃でロシア軍の三兵合、砲兵、集合している部隊などを射撃し、不評を援護した。午前10時には、ドイツ軍第一戦士団の戦闘部隊は、リガ・オーゲル鉄道線を、故し、ドイツ軍飛行機はロシア軍部隊が退却中であるのを発見した。ドイツ中央兵団の先進部隊である。 第十四バイエルン両兵士団長 V ローキンバーガー、中将は二個連隊を第一戦とし、重点をそのうち翼に置き、他師団と連携を取ることなく、北方に突入した。師団の両側は、引き続き上陸する諸大隊をもって、これを援護した。師団は午前十時三十五分早くもしはなん、古両側のロシア軍、第二戦陣地を奪取。残りの一個連隊をもって午後一時、 X キュール停車場付近まで進出した。第十四バイエルン両兵士団長は、軍命令の趣旨により、さらに一部を越えゲル側の線に進撃。トカテ点を占領するため、士団機兵に、不評一個大隊と、カ保一門をつけて先見させた。この間士団左連隊方面で、ロシア軍が反撃に転じたが撃退された。この頃左右両翼の第二この上両兵士団と、 第19予備士団は第一次占領戦に到達した。第14バイエルン両兵士団は午後9時ごろ、コエーゲルの戦に達したが、トカテンをロシア軍から脱出できなかった。ドイツ軍による早朝の空中偵察は、ノームのため妨害されたが、その後実施した結果、リガ共闘陣地の撤退を認め、ところどころにロシア軍の退却の兆候とも言うべき火災が起こっていた。いが ウェンデン艦、ペテルブルクに至る鉄道上では列車の往復が頻繁で、リーガから東北方面に通じる道路上にもロシア兵の退却する渋滞を発見した。ドイツ軍右翼兵団はドビナ川とか後、続部隊と合流して早朝から前進を開始した。部隊はオーゲルガール、ツルカイン艦に展開し、右側援護に着いた。 ロシア軍はこれに反撃を加えたが、ことごとく撃退された。ドイツ中央兵団も後続隊と合流して、前進を開始し、小エーゲル川地区の森林地帯では、ロシア軍と激烈な戦闘を行った。ドイツ中央兵団は、右翼地区に向かって行われたロシア軍の逆襲を、騎兵士団と力して撃退しつつ前進。ベルシンを経て、ローデンボイスに向かった。ロシア軍は、 ローデンボイス地区には数個の決死大隊を残し、軍主力の退却を援護させた。決死大隊は、勇敢に戦い、熾烈な白兵戦を挑んだが、ついに撃退されてしまった。ドイツ左翼兵団は、早朝からリガを目標に前進した。しかしその前方、キルヒホルム、マシーン間には、ロシア軍の堅固な援護陣地があり、しかもドビナ川の北岸一帯は、 湿地で前進が困難だった。また、ダーレントやドビナカセ岸ガンからのロシア軍の砲撃が左翼兵団の前進を阻んでいた。そのため、左翼兵団は、その左翼部隊にロシア軍の右翼方面に対して砲撃を中心とした攻撃を行い、その間右翼部隊に小エゲル川両岸を前進させようとした。ロシア軍はリガ・ビッケルン方面から逆襲を試みたが、 不成功に終わった。こうしてドイツ左翼兵団拡充隊の戦闘は、夕方には、リガに接近しつつあった。ロシア第12軍司令官パルスキーは、ドイツ軍が、エーゲル下半に進出したとの報告を受けるや全軍に、退却を命じた。このためリガの西方地区にある兵団をすべて交代させ、リガ市中央を流れるドビナ川の二大橋梁を、爆破して、ドイツ軍の使用を妨げた。 ドイツ右翼兵団は前日の線にとどまって守備に徹した。ドイツ中央兵団はロシア軍の抵抗を除去して前進し、夕方にはツンシユッペ側の線に達した。さらに夜間に北方に向かい鉄道線路を越えて、兵団右翼渋滞はヒンゼンブルクへ向かい、左渋滞はビルスネックに前進した。ドイツ左翼兵団は前進を継続し、 午前11時ついに戦闘部隊がリガを占領した。ドイツ中央兵団はさらに前進し、早朝ロシア軍の退路であるリガ、ウェンデンの大街道に達して多数の路角品を得た。ロシア軍は東北に向かって改装し、これらはビルスネック付近でドイツ軍の追撃に合い多数の車両、火砲、その他軍需品がドイツ軍の手に落ちた。ドイツ軍はリガを占領し、 ロシア軍の完全な退却をもって作戦を終了した。ドイツ軍は捕虜8000人、下百262門、機関銃150丁の戦果を獲得。ドイツ軍のリガにおける損失は第一次大戦の基準からすれば軽微な方で死傷者4万2000人だった。フーチェルのこの勝利は最高等水部に深い印象を与えた。ルーデンドルフはこの作戦に着想を得て、 西部戦線での大攻勢を計画することとなる。フーチェルとブルフミュラーは、この大攻勢の準備に参加するため、西部戦線に移動した。本作戦中、砲兵、特に毒ガス弾は、大きな効果を上げた。ドイツ軍の使用したガス弾の総計は116,400発にも、達する。砲兵部隊の活躍は、ブルフミュラーによるところが大きい。ある不評証拠は、 ブルフミューラーを表して、砲兵の射撃は性格適切であったので、我が不評のドビナ川とかは船遊びにも等しかったと証言している。しかしフーチェルかブルフミューラーがリガで、新しいスタイルの戦争を実施したと言われるのは、誇張がある。リガの戦いは、砲撃、突破、包囲という対戦初期における、東部戦線のドイツ軍の作戦パターンに沿ったものだったからである。 リガの戦いは、戦術レベルというよりは、作戦レベルで、後のドイツ軍の構成のモデルとなる。敵部隊を奇襲し、敵配置の弱点に対し精鋭部隊を集中させ、敵部隊の一部を包囲するため重心突破を行う、ことの価値を証明した。しかし、リガの戦いの様相は、半世紀以上にもわたる、ドイツ軍の作戦術の性格をも表している。したがって、おそらく、 リーガーの戦いが起こっていなくても1918年のドイツ軍の構成は同じような作戦的性格を有していただろうとブルース・グドムンドソンは述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。